こんにちは、日光富士です。先日スノードライブの動画を上げたんですが、視聴者の方からこんなメッセージをいただきました。こんにちは、初めて車で日光に行く予定です。いろは坂は初心者でも大丈夫ですか？危ない場所や危険なことはありますか？その他注意しなくてはいけない点はありますか？という3つの質問を受けました。今回はこの質問についてお答えしたいと思います。冬日光観光を考えていて、でもちょっと雪が不安だなと思っている方、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。はい、では1つ目の質問、いろは坂は初心者でも大丈夫ですか、という質問ですね。結果から言うと初心者の方でも大丈夫です。ただしですね、いくつか条件があります。その条件というのは、十分な装備、それと十分な準備、こちらをしていただくと初心者の方でも安全にスノードライブをすることができます。装備ですね、まず一番重要なのはスタッドレスタイヤやタイヤチェーン、こちらです。これは冬の日光では必須のアイテムになります。雪がね、少し降ってもノーマルタイヤの走行は非常に危険です。私たち日光市民ももうほとんどの方はスタッドレスタイヤを持っています。そして11月中旬頃になると、もう今年もそろそろスタッドレスに変えた方がいいかね、なんていう心配をします。日光市街地が雪で動けなくなってしまうような時というのは、冬本当に数日あるかないかです。ですけど宿泊に来たり遊びに来てバッチリ当日それに当たってしまうと、もうノーマルタイヤではどうしようもないですね。私のペンションでも宿泊した後ですね、朝起きたら雪が積もっていたので、急遽車を置いて電車で帰られて、翌週車をわざわざ取りに来た、なんていうケースや、タイヤチェーンを探しにお店を回って半日潰れてしまった、なんていう方もね、実際にいます。もうそうするとね、観光自体楽しくなくなってしまいますからね。そういうことがないように、もうあらかじめタイヤチェーン、スタッドレスタイヤの準備をしておいた方がいいと思います。あとタイヤチェーンについてなんですが、最近のタイヤチェーンでよく誰でも簡単10分装着なんていうね、キャッチフレーズがあるタイヤチェーンがあります。ただ注意していただきたいのは、これは付け方、構造、すべて分かっている方が10分で付けられるという意味です。実際ですね、去年湯の湖でタイヤチェーンが付けられなくて困っている人を助けたケースがありました。この方も買って初めてですね、チェーンが必要な場所でチェーンを開けたそうです。で、風が吹いている中ね、説明書などをなんとなく読みながらつけてたんですが、付け方自体が分からなくなってしまったということでした。落ち着いて考えればそんなに難しい構造ではないはずなんですね。現に、私が説明書をちょっと借りて読んで一緒に説明しながらつけてみたら、約15分ぐらいで装着をすることができました。タイヤチェーンが必要になる環境というのは、雪が降っていたり風が強かったり寒かったり、あるいはもう暗くなりかけてたりですね、悪い環境が多いです。その時に初めて見る、箱から出してみるタイヤチェーンをその場で10分でつけることはまず不可能です。あらかじめご自宅でできればですね、一回装着をしてみるっていうのがベストなんですけれども、それができなくても最低箱から現物を取り出して構造を見て説明書を読みながら理解する、これだけは事前にやっておいていただきたいと思います。これをね、やるとやらないでは現場で格段の差が出ます。これね、アドバイスです。運転に関してはですね、前回の動画で言ったように、雪道ではスピードを出さない、カーブでブレーキを踏まない、そして車間をたっぷり取る、この3つを守って走行すれば、まず大抵安全に走行することができます。一部動画ですね、タイヤが滑った時に、今の車はアンチロックブレーキシステムがついているので、ブレーキを目いっぱい踏んだ方がいいっていう動画もあります。これもね、正しいです。ただし初心者の方はもうその瞬間に判断っていうのがなかなか難しいです。ですので、もうあらかじめタイヤが滑らないスピード、これで走ることを心がけた方がいいと思います。
はい、ではまとめますが、雪道のいろは坂、初心者の方でも走行できます。で、その代わり万全の準備、それから装備ですね、そして安全運転を心がけてください。で、準備や装備が整っていると心の余裕も全然違いますからね、あまり怖がりすぎずにいろは坂チャレンジしていただきたいと思います。はい、続いての質問、危ない場所はありますか、注意するところはありますかという点ですけれども、基本的に雪道の場合は下り坂、そしてカーブですね、これはもう要注意です。十分に減速して、車間もね本当に開けて走行することが必要になります。で、その他ですね、橋の上、それからトンネルの入り口出口付近、そして日陰の続く山道ですね、こちらは凍結している可能性があるので、こちらも十分注意が必要です。前方をよく見て、前が黒く見えたり濡れて見えたら、もうその前に十分減速してそろそろと進むことをお勧めします。また道路を覆うように木が茂っている街道なんかがあります。ここでは木の上に積もった雪がいきなりねパッとフロントガラスに落ちてくる時があるんですね。そんなにね車にダメージを与えるほどの雪はないですけれども、急にね頭の上から白いものが飛んでくるので、びっくりしてブレーキを踏んでしまったり急ハンドルを切ってしまう恐れがあります。これは十分気をつけて、そういうこともあるっていうことを覚えておいてください。あとは路肩で他の車がチェーンをつけているような場合、こちらも十分気をつけてください。私も以前スキー場に行った時にですね、路肩でチェーンをかけていた人が滑って転んだことがありました。幸い私の車とは少し距離があったので別に事故にはならなかったですけども、やはりねちょっとびっくりしました。こういうパターンもあります。雪の上ではねいろんな予期せぬハプニングがありますので、十分気をつけてみてください。あと具体的に注意が必要な場所ということで、こちらの動画を見てください。いろは坂の1キロくらい手前の道路になります。注意していただきたいのは路肩ですね。通常側溝がある部分が段差になっているんですね。歩道がなくてガクンといきなり崖のようになっています。日光市内は奥日光に限らず、民家の少ない場所などは歩道がきちんと装備されていない場所があるんですね。ガードレールなどもなくていきなり段差になっている部分があります。これが雪が降るとご覧のように見えづらくなるんですね。側溝の蓋がない部分などは雪がこんもりと蓋になっていて、蓋がないことが確認できない場所もあります。チェーンをしようとしたり、ちょっとね一時停止しようとして車を路肩に寄せたはずみに脱輪してしまったり、段差が激しいと車が横転してしまう場合があります。いろは坂周辺から奥日光でこのように路肩が危険な場所はこのエリアになります。こういった場所は日光に限りません。歩道がなかったりガードレールがなかったり、また民家が少ないエリア、山間部などですね、こういう場所が所々あります。十分ねこういう場所もあるというのを想定しておいてください。はい、では最後に注意する点などありますかという質問です。これはね3つほどお教えしたいと思います。まず1つ目、ガソリンの容量に十分気をつけてください。冬場の日光ですね、自分のトラブルで動けなくなったり、他の車のトラブルで立ち往生なんていうこともありえます。日光にいらっしゃるときは大体皆さん日光宇都宮有料道路、こちらを経由して来られると思うんですが、特に奥日光方面に向かう場合ですね、終点の清滝インターから奥日光湯本温泉までガソリンスタンドが3カ所しかありません。でそのうち1箇所は土曜日日曜日休業になります。ですので実質皆さんが週末でいらっしゃる場合は2箇所しかないんですね。ですので、ぜひ日光入りする前にですね、ほぼ満タンの状態でいらっしゃるのがベストかと思います。はい、2つ目、車の上の雪は完全に落としてから出発しましょうということですね。こちらは宿泊した後、あるいは、スキーや観光して車に帰った後ですね、車の上に雪がこんもり積もってるなんていうこと結構あります。
で皆さんフロントガラスはよくきれいにこう雪をどけて出発するんですが、車のルーフですね、雪を積んだまま走行している方見かけます。これは実はとっても危険です。というのも走行していて車が温まってきてちょこっとねブレーキをかけると乗っている雪がそのまま雪崩のようにフロントガラスを覆ってしまうんですね。完全に前方の視界が塞がれます。そしてワイパーでどけようと思っても雪が重いのでワイパーではどうすることもできません。車の外に出て雪を払わなくてはいけないんですが、びっくりしてね急ブレーキを踏んでしまうと後ろから車も来ています。前方の視界が塞がれた状態でドアを開けると前方からですね車も来ます。非常に危険な状態になります。ですので出発する際、もし屋根の上にも雪があったらきれいに雪をどけてから出発することをアドバイスします。そして3つ目ですね、フロントガラスが凍っている場合、間違っても熱湯をかけないようにしてください。これ意外とやりがちです。熱湯をねかけてしまうと車のフロントガラス最悪の場合砕けます。危険ですので絶対にやめてください。我々はねよく残り湯などぬるま湯をかけます。でもねスキー場に行ったりホテルの駐車場などでは溶けた水が路上にこぼれてそれが今度凍ってしまって後から来る方に非常に危険な状態になります。ですのでこういったね、車のフロントガラスの霜よけ用のスプレー、カー用品店などでそんなにね高くなくて買えますので1本車の中に置いておいてください。とっても便利です。はい、最後におまけのアドバイスです。冬場の日光など寒いエリアに来るとスマートフォンが動かなくなってしまったりカメラが動かなくなってしまうことがよくあります。これは寒くてバッテリーの働きが悪くなってしまうからなんですね。そこで、対処法ですが、アウターのポケットではなく体の内側ですね、インナーのポケットに携帯を入れておくとバッテリーが体温で温まって動くことがあります。またカメラなども、予備のバッテリーをですねインナーのポケットなどに入れて体温で温めておくとバッテリーを変えてすぐ使うことができます。カメラやスマートフォンは動きが悪くなったら温めるというのを覚えておくと便利だと思います。はい、ということで今回は日光観光を考えているけど雪のドライブちょっと不安という方の質問に答えてみました。結果論から言うとね、もう雪のドライブはもう慣れるしかありませんね。ですので万全の準備、それから事前に用意ですね、事前の用意、そして安全運転を心がけて、あんまり怖がらずにですね、そしてもちろんあったかい用意をね、あったかい服装を忘れずに日光の雪のドライブチャレンジしていただきたいと思います。日光ね今とっても寒いです。そしてね雪のドライブ、ね、やっぱりちょっと不安ですよね。でもこんな美しい日光を見られるのはほんの数ヶ月です。ですのでぜひあまり怖がりすぎずにですね美しい日光を楽しんでいただきたいと思います。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。日光を見ずして結構という流れ、また次の動画でお会いしましょう。